はい、皆さんこんにちは、チェでございます。88のマイトのマジックやっていきましょうねと。で、ディズ来ましたね。さあ、ここはどこなのかなと一遍調べましょうか。私が今どこにいるのかね。どうもね、やっぱりね、私ね、そのキャンプするのがね、嫌いでね、なかなか、位置調べたらいいのにっていうお話いただくんですけど、このキャンプするのがね、今ね、キャンプはね、早くできるんですけども、昔ね、キャンプするディスクのローディング長かったんでね、それがね、多分ね、根底に残ってると思います。じゃあ行きましょう。4-0。4-0、ちょっとお待ちくださいね。一応こんな形ですね。今見てるのがこれでね。4-0。ここか。で、東に向いてんの、私は今。あ、南に向いてんのね。4-0で南に向いてるので、4-0で南に向いてんだね。な、これを、うまいこと、ほにゃほにゃ、あー、3回戦わないといけないね。これで、ポチョッと行って、ポチョッと行くと出てくるんだよね、敵がね。さあ、どんな敵出てくるんでしょうね。負けはしないと思うんだけどね、正直フィールドの敵で負けるっていうのはそうそうないと思うんで、ね。ハーピー、キラービーズ、ガルガンチャント、シャドウビースト、勝てるもんね。さあ、4-3-4で、ハーピー、魔法効いたよね。まあ、倒そうとしてるのはね、このキラービーズが、もう、これが一番倒したい敵なんで、あと、まあ、次、シャドウビーストだね。あれ？ああ、しまった。一番目の騎士、リザーブの騎士じゃない？これ私。リザーブの騎士だね、これ。まあ、いっか。しまったね。これリザーブの騎士だわ。素早いもん。え、違う？え、違うか？あ、うん？頭の中こんなやつ来ちゃった。あ、でも魔法使いは早くないか。あ、大丈夫か。あ、大丈夫か。2っていう数字ね、ヒューマン2回さん2っていう数字が入ってたんで思わず、あーっと思っちゃったんですけど、違うね。違うね。あー、びっくりしちゃった。もうね、名前の付け方がね、私、属性と性別ぐらいにしかしないんで、あまりね、名前を結構真剣に昔付けてた時期ありましたけど、もう今は全然付ける気ないですね。名前にこだわりは正直あんまないですね。うわ、硫酸だ。はい。はい、スタッフね。あ、レベル9だから。一番目の騎士はレベル9だから大丈夫だね。さあ、なんだこれ。どうしよう、寝ようか。寝ちゃおうか。8324。3発となれっけど。もういいよね。寝ちゃおう。で、左向いて、で、一歩出て、こう出て、ドンついて、で、まっすぐ上がっていくと。で、ああ、そうだ。フードが減っていくんだよね、これ。ワイトワイト、キラービズ、ウルバリン。ああ、ワイトとキラービーズはちょっと、キラービーズが落としいね、これね。なので、4番から、稲妻を落としていきましょう。ああ、よし。で、ワイト、倒して、1番のワイト行って、この辺はこれで全然いいですね。それにしても、ほんとなんだろう。盗賊さんがもうなかなか使えないね。まあ、宝箱開ける要因ということで、これ砂漠入ったらね、食料マイナスしたら砂漠の地図持ってようがダメだから。はい、鉄の筆、シルバーシールドいりません。でもう一回出てくるんだよね。あー、でもこれあれか。右端行く方がいいのか。
あとは、よいしょ。殴っていきましょう。はい。あ、ほんでワイルドボーが効かないんだよね。魔法があんま効かないんだよね。当たんないね。今当たったけどね、盗賊さんは。あ、微妙だな、これ。あ、今ワイルドボー効いたね。35当たったと思うんだけど。え？で、よいしょ。だいぶ前に出てきたワイルドボー効かなかったもんね。3とか6しか当たんなかったけど。はい。ああ。下打っちゃったよ。で、一歩行って、こう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 行って、ここの、ここを右で言うと2歩で、3歩目、2歩で、2歩しか、ご飯は減らないんで、ああ、これはついっていうね。で、これで出れるんで、ここが一番最短かな。で、ここをぐるっと回っていくと、ここね。で、クレリックの隠れ家。はい。魅力の泉は各メンバーにプラスの魅力を与えた後、ちょっと待ってね、うちのこの、ソウルね。ソウル見てみたいじゃないですか。魅力20か。まあ、そんなもんだね。ソウルの魅力高いと言ったらちょっと驚いちゃうけどね。ああ、魅力16あるわ、車種。魔法使い魅力16あるんだ。もうちょっと待って、この騎士魅力僧侶抜いてる。え、何これ。魅力21だってさ、全然使わないのに、魅力18でしょ。悲しくなってくんね、これね。いやー。で、ここに、結構いろんなクレディックがいるんですけど、あ、ヒットポイント回復してくれたね。我々は北のクレディックなり、何じらの北のだと。で、次、左。おう、なんだい？我々は、東のクレディックなり、何じらの属性は、ああ、属性変えて、戻してくれんのか。今度はなんだい？我々は西のクレディックなり、すべての呪いは取り除かれた。おお。はあ、いや、いいんだけど。いいんだけどね。で、4、3、4だね。もうジャイアントスコーピオンいっちゃおう。これ強そうだけどね。まあ、毒とかだと思うんだけどね。よいしょ。ほらね、やっぱ毒だわ。まあ、一匹しかいないかんね。はい。強いな、ジャイアントスコーピオン。で、よいしょ。で、はい、毒はね、戦闘中で治せないんですよね。まあ、行こっか。寝よう。で、その後。もう一個は多分クレリックの弟子というのがいるみたいですけど、これは何してくれるんだろうね。で、左回って、こう行って、こう行って、こう行くと、南のクレリックはここにはいないと。彼らを見つけることができれば、何時らの能力をさらに成長させる道が開けるであろうと。それを教えてくれるんだね。でも、あれか。あ、じゃあここでちょっと中毒直して、何番だっけ？どこだっけ？ごめんなさい。E2 に向かいましょう。E2 だからこっちかな。で、まず、毒を直しましょうね。で、E2。
E2 ね、はい、E2 イエスと。あー、ここもなんかあれだね。あー、ここも砂漠なのか。食料足る？わ、これ厳しいや。で、なんかすんごくテレポートがあるんだね。うわー、ギリギリ食料持つかどうかだね、これ。おい。で、今私どこなのと。位置確認ね。X11Y0。こうなります。X が11、Y が0。あ、ここ。ここなんだね。で、さらに、南に向いてんだね。固く行こっか。固く行っちゃおう。固く行っちゃおう。あのね、これ食料がね、これ方向転換しても食料なくなったよね。5個なくなるね。これは南なんで北向きました。で、歩いてると出てきます。で、こう行きます。で、こう行って、え、ちょっと待って、ちょ、ワープしたのか私これ。ねえ、うわー、これほんとまずいやつだ。私ワープしちゃったね。なんで一歩出たんだ。あー、これ完全に場所わかんなくなっちゃった。うわー、やっちゃった。7の13？ あ、全然違うとこ飛んでってるわ。あ、でもね、あー、ひどいなこれ。7の13で私北向いてんだね。わかりました。もうこれはなくなるわ。左向いて一歩行くでしょ。で、もう一歩行っちゃうとワープしちゃうんで左向くでしょ。で、あれ、地図が違うぞ。あ、で、ここがこれか。こうなんですよ。あ、待てよ。じゃあ、新しく覚えた、テレポート。テレポートね。はい。ウエスト。ウエストに、1、2、2歩行きましょう。はい。あ、行った行った。あ、なるほど。あ、テレポート便利だね。で、ここを一歩行くと、金属の乗り物の残骸が散らばってるエイリアンが、一歩オプオプとうめいてる。どうするか。おう。あ、これ知性プラス4ってさらに上がるんだ。ここに訪れる前に、高の目洞窟で上げておくと良いでしょうって書いてますんで。おう。親切な扱いをちゃいましょう。警告する。我々の囚人が地球に逃亡しており、貴族に化けているらしい。彼に似たものを見つけ出し、化けの顔を剥いでくれ。え、あなたたちの仲間でしょ。あ、我々の囚人がか。貴族に化けているらしい。彼に似たものを見つけ出し、化けの顔を剥いでくれ。あ、わかりました。おう。で、これをもう一発上行くと、エイリアの奇妙な装置は各メンバーにプラスの知性を与えたと。あ、これは楽しみだ。おお、29いったわ。おお、この6番目が、え？あ、知性下がったよ。なんで？あ、ちょっと待って、どういうこと？
お、この子上がってない。27。あ、これアイテムつけてるからか。これを外したら25に戻っちゃったよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、この子だけ上がってない。一番上がってほしい人が寝るか。うわ、この子上がってない。なんでだ。これバグか。これバグだな。この子だけ上がってないわ。上がってない、この子だけ。え、ちょっと待ってね。何これ、ドツボじゃない。え、他の子みんな29になってんだけどこの子だけ25なんだけど。ちょっと待っておくんなさいよ。これバグだな。ちょっと待って、もう一回。うお、この子だけ見事に上がってない。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと検証しようか。かも、これやり直しになったらどこまで戻らないといけないの。おお、まあ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 、ちょっとね、私今もう、おお、というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。